野菜のコルマコルマはインド料理の一種。ダヒ、生クリーム、ナッツ類のペースト等をベースに作られるマイルドでクリーミーなコルマが最もよく知られている。ベジタリアン用と非ベジタリアン用のコルマがある。クリーミーなコルマの起源は北インドのムガル料理である。クリーミーさと滑らかさを特徴とするこのペルシャインド料理の歴史はムガル帝国が 北西インド及び現在のパキスタンとバングラデシュに進行した16世紀に遡ることができる。ひいた、コリアンダー、クミン等のスパイスの組み合わせで香りを出し、ヨーグルトかココナッツミルクを固まらない程度の温度で、ゆっくりと慎重に注ぎ込む。ナッツを使うこともあるが、大量には使わない。使用するナッツは主にアーモンドかカシューナッツである。コルマは、鶏肉、羊肉、 山用肉といった肉類、あるいは数種類の野菜だけを使用し、一般的には辛さを抑えた料理である。肉を、どの時点で入れるかは重要なポイントである。鶏肉はあらかじめスパイスやヨーグルトを混ぜたものに、マリネしておき、各辺に十分火が通るよう強火で均等に加熱した、あと、ヨーグルトとクリームを入れ、火を弱める。用肉の場合は、最初に表面に、 焦げ目がつくまで焼いた後に、鶏肉と同様に弱火にするが、肉が硬くなるのを防ぐために弱火を長時間保たなければならない。大きな量を料理する際には、温度管理が特に問題となる。鍋を火にかけたまま放置すると、コルマの温度が不均一になりがちで厄介である。コルマには、様々なレシピのバリエーションがある。唐辛子は必ずと言っていいほど使用するが、準備の正確さによって、 香りは大きく変わる。生姜の切り方、調理法もまた重要な要素である。ローリエや乾燥したココナッツを加えることもある。南インドにはコリアンダーリーフをすりつぶして加えた緑色のコルマもある。ベジタリアン用のコルマには人参、サヤインゲン、グリーンピースなど数種の野菜を刻んで彩りよく加えたものやパニールやドライフルーツを加えたものがある。 インドのカシミール地方とアフガニスタンのコルマは野菜と肉、豆類を煮込んだ様々な料理の総称である。アフガニスタンでは果物やチャナダルを肉と煮込むこともあり、肉が入らないこともある。いずれも白いピラフにかけて食べる。ありがとうございます。